どうも、こだまるです。きたろです。こだまる TMI なんですけど、ピザ食べに行ったんですよ、この間。で、私ナポリ系のピザがすごい好きで。だね。まあ、その時点でちょっとうるさいと思うんだけど、普通のピザに対してこだわりない方はナポリ系のピザとか言い出してちょっとうざいなって思うと思うんだけど、ピザに対するちょっと思いがあるよ、若干。なんか好きで、なんかそのナポリっぽいピザ、まあ、マルゲリータとか出すとこってやっぱナポリ系だから、基本的には私の中でね、そうだから、なんかすごいいい感じのところに行って、結構おしゃれな感じで出てきたんだけど、なんか正直セブンのピザの方が美味しいなっていう結末でねえ、セブンの冷凍のマルゲリータピザの方が美味しいなっていう結末で、ピザとはってなった。っていうか、もういろいろなんか突っ込みたいとかいろいろ言いたいんだけどさ、すごいね。てかまずセブンがすごいね。じゃああれの方が本場味を感じる、ナポリ味を感じる。ナポリ行ったことないけど。でもほんとさ、そのね、ほんとプライベートでさ、この丸ほんとにセブンのピザ僕に押してくるじゃん。そう、会えないのお仕事です、並みにさ、そのこの丸のお仕事ですでさ、もうピザすごいいいよ、小麦感めっちゃあるよみたいな。そう、プレゼンすごいしてくるから。そう、まだね、僕はまだ食べてないんだけど、でも絶対食べようと思うぐらいすごいプッシュしてくるから。うん、そう、じゃあセブンすごいっていうのと、そのお店何やっとるみたいな。でもなんならメニューほぼピザだったもうピザ屋さんだからね。そう、なんかピザと多分バーガーもあって、なんかバーガーも、まあなんか他に行った人いるからバーガーも頼んでて、バーガーもちょっともらったけど、バーガーは美味しくて、ピザはちょっと私的にはピザマニアとかピザ推しとしては、あーみたいな感じだったね。そんだけピザラインナップ用意してるのに、そう、これでみんな満足するのって思いながら厳しいよね。わかる、厳しいよね、ごめん。厳しいけど、でもさ、いやだって俺粉丸がピザ好きなの好きめっちゃ知ってるから、ほら粉丸さピザ好きでさ、自分でピザ作ったりもするじゃん。あ、そうだよ。そうそうそう、今日作ったよとかってよく言ってたから。そう、しかもそのピザを作るときに参考してる動画がイタリアのおじさんの YouTube なの。ガチのやつ。しかももうイタリア語だから喋ってんのが。え、どうやって字幕とかあるん？あ、英語の字幕かな、見たのが確か。そう、あ、いや、ガチのやつ見てるじゃん。ガチで見てるから、しかも美味しいよね。ピザ食べたくなったじゃん、なんか。正直だから、そこのなんかピザのやつ、そこのお店のピザより私が作ったピザの方が美味しいなって思ったんよ、なんなら。あ、そうね、ちょっとそのお店。いや、マルゲリータってすっごいシンプルだから。あ、そうね、基本的にはやっぱ小麦がうるさいよね。私だ、小麦とかもちゃんといいやつ Amazon から取り寄せて買ってるから。すご、小麦だから味は。そうだね、決め手はね。そう、あとトマトソースも余計なことしたらあかんのよ。余計なこととは？え、だからイタリアのおじさん曰く、おじさま曰く、うん、トマト缶、まあ、ホール缶みたいなやつ、うん、買ってきて、それをプシュって潰すんだって。でそこに塩入れて、はい終わりらしくて、それでいい。あ、そうなんだ、うん、シンプル。そう、でもそれがすごいなんかトマトのフレッシュさ、こうやった時にすごいいい香りするし、うん、フレッシュさもあって、なんか酸味もあって、すごい美味しい、うん、あ、そうなんだ。そう。もうすごい好きなの伝わるでしょ。すごい、会えないのお仕事ですだったわ。もう粉丸のお仕事ですだった。ピザストーンっていうピザのさ、なんか台みたいな、温める台みたいなのも買ってあるからさ、それだけ。あとこのローラー、ピザのこれ切るやつもあるから私。え、じゃあさ、こねて、その棒みたいなのある？こねて伸ばすやつ。あ、棒は、そう、もともとあるから、それはもう別にパンとかでも使えるじゃん。もともとあった。そうだね。何の話だった今の。ピザの話。まあ、結果セブンのピザがうまいってことよ。ああ、それはじゃあもう今すぐ買いに行くわ。でもキータロさん、そう言って買わんから、ゆっくり待っとるね。バレてた。じゃあ今日は INI のお仕事です、日テレの INI の冠番組の来週のゲストがスカイハイなので、そちらの話をしていきたいと思います。で、まあ、この INI のお仕事ですはさ、現段階で2話まで放送されて、まあ、INI のメンバーがなんか自分のね、なんか好きなものとかをプレゼンするみたいな番組なんだけど、なんか次回はさ、なんかスペシャルゲスト登場とか言ってなんか予告で出てきて、うんうん、しかもスカイハイさんが出てくるということで、うん、スカイハイさんが INI の推しポイントを語ってくれちゃいますみたいな。ねえ、すごくない？そもそも番組の趣旨としてはメンバーがこう推しポイントを説明するみたいな、プレゼンするみたいなやつだったけど、3回目にして早くもスペシャルゲストという
すごい展開早いなってなったよね。そう、しかもまさかのスカイハイ社長っていう、うん、うちら的にはさ、このやっぱスカイハイの良さ、スカイハイの凄さみたいなのをやっぱ結構感じてるから、でしかもすっごい言葉でちゃんと説明してくれるっていう信頼感があるから、いやこれ神回になるでしょみたいな。いやそうなん、うん、マジで期待できるね。いやマジで期待できるよね、うん、同じ。いやほんと期待できる。てかほんとだから我々の好きなイニちゃんがどういう感じでなんか褒めてもらえるとか、もう押してもらえるとか、押しポイント言ってもらえるのか、うんうん、そうマジでワクワクしてる今ね。いやいいよね。なんかさ絶対このアーティストだからこそ分かる視点とか、うん、あとまあプロデューサーとしてのさポジションでもあるから、だからそのなんかいろんな角度でさその INI を見れるわけよ。ああそうだね、確かに確かに。そうだからやっぱちょっとやそっとの感じじゃないよね、もう言うことは。うんうんうん、そうだね。うん、ね、こんなすごいさめっちゃ期待してて割とバラエティ要素強かったらどうする？いやそれはそれでめっちゃ拍子抜けするね。いやだけど、まあ、多分絶対スカイハイのことだから、なんて言うんだろう、絶対上辺みたいな、ちょっと調べましたみたいな、ちょっとなんか見て言いましたみたいな感じには絶対ならないと思うんだよね。うん、だデビューからさ多分気にかけて見てくれてると思うから、うん、うん、どういう切り口で、例えばさなんかボーカルダンスとかさ、多分さ結構そういうプロの目線とかでも絶対言ってくれるじゃん。うんうんうん、だからアイナイもさいろんな得意なボーカル面とかダンス面とかさ、まあ、ラップ面とかいるけど、なんかそういうどういう感じで言ってくれるんかなみたいな。あ確かに、なんかさそもそも日プー見てたっぽかったじゃん。あそうだね。でなんか高塚くんがどうこうみたいな、そのボーカルに関してこう言ってたよね確かね。やばすっげえ今思い出して取り当たった。そうだ言ってたね。そういえばでもなんかあれだよね、内容どんなんだったっけ、なんかボーカルをすごい褒めてたか、もしくは音楽との距離が近いとかそういう感じだった気がするんだけど、こう、うん、そう今ちょっと思い出せないからさ、もし分かる方がいたら教えていただきたいね。うんそうだね。あとはなんかそういう推しポイントというか分析っぽかったのがちらっと見えたんが、やっぱ BE:FIRST TV に出た時に INI がなんかビハインドみたいなのあったじゃん。なんかそこで京ちゃんなんか言われてたよね、社長にスカイハイに。あーそうだね、あれだよね、なんかさそのヘッドセットのマイクでさ、マイクの位置が変わらないのに音のなんかが取れてるのがすごいよねみたいな。あーてかその質問もなんかすごい怖いね。何その質問。なんかそういうのなんか言われてたよね確か。なんかねほらマイクをさ離したりしてないのにちゃんとなんかコントロールできてるのすごいねみたいな。あー確かに、ほんとそうだね。キョウちゃん何やっとるの。すごいね。そうそう、なんかそういうのとか言われてたよね。まあ、だからそれに近いことはもしかしたら言ってくださるかもしれんね。ってことはさ、なんか結構さイニちゃんのさありとあらゆる素材とかさ、なんていうの、今までのやつとか見てなんか分析されるんかな。されるよ。そうだね、覚悟しとかな。でも、まあ、そもそもキョウちゃんはさあの AAA のファン、まあ、だから日高さんのスカイハイのファンでもあるよね、うん、そうね。なんかラジオで MJ がさすんなり写真撮るからめちゃくちゃ悔しがってたみたいな、なんかそうなんかそういうのもあったなみたいな。確かに。だから今回さまた共演で、まあもしかしたらこうキョウちゃんとのトークとかあるかは分からんけど、でもそもそもねこういう番組で、しかも INI の冠番組でなんか来てくれてっていうのになるとすごいね興奮しそうじゃない。私キョウちゃんだったらめっちゃ興奮するんだけど。と思ってさ、その来週の予告なんかスカイハイが登場みたいな感じの予告もう一回見返してみたら、なんかスカイハイがさ、うんうん、ガーって来てなんか みんながさ拍手で迎えるんだけど、まあ、キョウちゃんなんかすごい本当もうなんか憧れの人来たみたいな可愛い顔しとって、なんか子犬みたいな顔で見上げとって、お目目クリンクリンなんやろどうせ。そうそうそう、クリンクリンの目でなんか見とって可愛かった。尊いね。ちなみにさ、あの尾崎くんとかめちゃくちゃお辞儀してるから、もうなんか先輩先輩みたいな、なんか礼儀がすごいよ。確かに母みたいな感じになってるもんね。いやあれかな、元 ABEX でっていう感じだったからかな。あーそっか、でもそういうつながりもそうだね、直接的にあったか分からんけども、まあ、ABEX つながりではあるよね。そうだから、そのやっぱさなんか近からず遠からずというか、なんていうの、やっぱ一時期は先輩後輩の関係でもあっただろうから、よりね同じ事務所ってなったら、うん、いやそうだ、てか思い出したけど、いやたくみくんも AAA のライブのフラッグ隊だ。
あーだからもうそっかそっか、よりなんていうの、憧れ強くなるね、そうなったらね。ああそうだ、やば、なんか結構いろいろあるね。なんならさ、西くんはさ、そのちゃんみなさんつながりっていうか、なんか感じでさ、なんかスカイハイさんとつながりもあるし、結構あるね。そうだね、まあ、そもそもさ、なんか、まあ、ちょっといろんなこう気持ちになるとは思うけど、同日デビューだったから、その時点でやっぱりスカイハイ自身もなんか INI に関してはやっぱちょっと違う感覚で見てそうじゃんね、 INI について。うん、まあそうだよね。てかそもそもチ社長と知り合いだしねご飯行ってるからねなんかそう距離感はね意外と近いというかさ、なんか心の距離というか、なんだろうね、うんうんうん、心のプラカードっていうかさいやそれ眉優の選択曲だから。そもそも社長はなんか日本の音楽業界に対してさ、なんかもっと良くしたいっていう考えの人だから、なんか、うん、そう BE:FIRST をプロデュースはしてるけど、なんか INI のことも絶対一緒に良くなろうぜっていう風に思ってるから。ああそうだね、そうだからもう日本の未来はウォー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 なんよイエイ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 じゃんそうそう、だから確かにその音楽業界というか、このボーイズグループ界っていうのかな、まあ うん、もっと言えばまあ音楽業界だよね、うん、なんか変えてこうぜみたいな感じの人だから、だからやっぱそのまあいろいろね、そのフロイニのライブのゲストだったりとかさ、 BE:FIRST TV に呼んでくれたりとかさ、コラボ企画があったりとかって、うん、こうやっぱいろいろ今回はそのつながりでまた INI の冠番組に呼んでとかさ、うんうん、で今回はその INI の冠番組に呼んでゲストとして呼んでみたいな感じでさ、やっぱこの交流がさコンスタンスに続いてるじゃん。うんそうだね、うん、だからそれはやっぱりなんか絶対何かしら意図あるよね。あーそうだね、だってさ、なんかなんならその韓国のキングダムみたいなこともなんかやってみてもいいですねみたいな、まあこれは冗談かは分からんけど、なんかそういう交流があってもいいじゃんみたいな、切磋琢磨してやれるような環境があったらいいじゃんみたいな雰囲気でもあったから伏線なんかね、そういうのあーそうだ、キングダム見てました発言あったねなんかうちらはさ、あのどちらも好きだからなんかいいんだけど、てか別に私なんか特にさ雑食でもみんな大好きみたいなとこあるんだけど、うん、その単押しの人は荒れるだろうねいろいろ、それあったらめちゃくちゃ荒れるね、荒れしかしない。でもなんかキングダムっていうシステム自体がまあそもそも荒れ要素だからさ、韓国でもそれは同じじゃんね。でも結局楽しいからさ、なんかちょっと見てみたいなってうっすらさ、うんうん、まあ小声なんだけど思ったりするよねそうだね、確かにそもそもキングダム的なやつもさ、確かになあったら面白いなとも思うし、うん、そもそも BE:FIRST TV にさ呼んでもらった時にイニちゃんが、うん、なんか最後のアフタートークみたいなやつでさ、いや今後はなんかシャッフルユニットみたいな、だからシャッフル的なのもやりませんかみたいな、やったら面白そうですねみたいな話さ、 BE:FIRST と INI でやってたじゃん、うんうん、だからなんかさ、その伏線じゃないかみたいな言っとる人もおって、ツイッターで。ああなるほどね、でもあそっか、何かしら今後の伏線になりうるってことかそうだからさ、良さも分析しとるから、うん、そうなんかこのユニットはうんぬんとかさ、こういうユニット、うんまあ、ラップユニットとかダンスユニットとかボーカルユニットとか、まあ、そんな単純な感じして、そんな単純な感じしてくるか分からんけど、うん、例えばなんか3人祭り7人祭り12祭りみたいなさ、え中夏パーティーのこと言っとるよ今そうびっくりしたんだけど珍しいに聞いた最初結構急にぶっこんできたからびっくりしたんだけど今そうだからそういうさ、コンセプト別に分けたりとかさ、分からんけどね、良さを生かしたさ何か、うーんそうだね、でもちょっと今私びっくりすぎて中夏パーティーが脳だりそうからちょっとびっくりしたのか今例えば中夏パーティーだったら誰にする誰にするって何とりあえずヒロムセンターでいいチュッ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 、かわいいもんね、そうかわいいからダダラッタヘイダダラッタヘイそうまあ置いといて、だからさ、まあそのシャッフルユニットうんぬんって、まあそのまあね、そのまあなんか流れで言った感じではあったけど、いやなんかそういうの実現してきそうじゃんそうだね、なんかもう、うん、怖いもんねそういや怖いのよ、いやいい意味でだけどうん、あの行動力ありすぎて怖いみたいなとこあるもんね、そう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 、いやなんかね意味のないことしてこないから、うんそうだ、全ての行動に意味あると思っちゃうんよそうだね
そうだね、そういうさ、言うだけ言って何もしない大人たち嫌いだもんね、スカイハイね。そう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 、そういうのにさ苦言呈すためになんか今さ乗り込んでるじゃん、音楽業界に。そうそうそう、だからね、まあいろんな複雑な思いされる方はもちろんいることはもう分かるんだけど、絶対何かしらプラスにはなるから、とりあえずまあ番組はひとまず楽しみだよね。いやー楽しみ、すっごい楽しみ、結構楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。うん、そう、イヒちゃんがどう何言われるかっていうのね、めちゃくちゃ気になるしね。そう、なんかちょっと編集でカットされるかも分かんないけど、結構こう分析してるとことか見たいよね、多めに見たいよね。うんうん、そうだね、まあ、分析っていうかお仕事、まあでもプレゼンするっていうことはまあそういうことだよね、分析してるからこそ出てくる言葉がいっぱいあるってことでしょ。うんうんうん、そうだね。すごい、すごいね。でね、今回は INI のお仕事ですの次回放送でスカイハイが登場して INI の推しポイントを語ってくれるっていう話をしてたけど、いやー何はともあれ楽しみだね。楽しみでしかないよ本当に、うん、なんか INI の良さってこういうことだよねみたいなのがすごいクリアに分かりそう。あーそうだね、確かに。なんか我々なんかさ、なんか中の人間っていうか好きな人からすればさ、なんか漠然としてたりするじゃん、なんかどこが好きって言われたら改めて語れないっていうかさ、ちゃんと全部好きみたいな言いがちというかさ、全部いいみたいなもんね。わかる、好きは好きだからみたいな、なんか理由ないみたいな、理由なんてないみたいなさ、なんか言っちゃいがちだけど、確かになんか言語化してくれるっていうか、うん、どういうところが良さかっていうのをね、改めてなんか分かるきっかけになりそうだよね。そうだね、まあだからさ、次の INI のお仕事ですが楽しみだよね。そうだね。